で、今回のね、動画で手に入るものっていうのは、年商1億稼ぐための具体的な計画表、現場で即使える SNS の具体的な運用方法、LINE を使った具体的な配信方法、優秀な人材をリクルーティングするための SNS の活用法。年商1億っていうのは全然個人でもいけるし、小さな会社さんでも達成するのはそんなに難しくないよっていうことです。はい、皆さんこんにちは。SYK 代表の北野です。この動画では実践 SNS 業界ナンバーの我々が教える年商1億から3億以上をですね、稼ぎたい普通の経営者のためのですね、全く新しい SNS マーケティング術というテーマでお届けしていきます。で、今回の内容っていうのは、ホームページ不要、オフィス不要、そして、難しいスキルなしでもしっかりと稼いでいくことにできるですね、採決の高い内容というのをお届けをしていきたいなというふうに思います。で、この動画でですね、まあ、ごくごく普通の小さな会社さんだったりとか、個人起業家さん、事業主の方がですね、年商で1億以上達成していくために重要なクラフス理論、そして年収1億以上稼ぐためのシステム化、そしてインスタの運用マニュアル、そして LINE アットの公式の運用マニュアルについてですね、お届けをしていきたいなというふうに思います。で、今回の動画っていうのはどういう人におすすめかっていうとですね、まあこういう悩みを持っている方ですね、まあ例えばそもそもね、集客で新規顧客っていうのを獲得できない、お客さんが集まらないとか、できるだけ少ない資本で、少ないお金でね集客をしたいとか、素直で真面目で優秀なですね人材をリクルーティングしたいとか、あとは集客を仕組み化して年商でゆくゆくはね1億円から3億以上も狙っていきたいよとかっていう方とかね、まああとはテナント店舗持たずに今の商品をオンライン化してね、そして全国を証券にして、販売をしていきたいなっていう方にはですね、とっておきの内容となっております。でね、その他にもいろいろね、例えば販売不振とかいろいろな、悩まれている事業さんたくさんいらっしゃると思います。でもね、皆さんここでね安心していただきたいと思うんです。今回の内容っていうのは今のあなたのその悩み、最後までこの動画を見ていただければですね、しっかりと弊社がすべて解決をさせていただける、そういったね、駆け足となるような情報っていうのをね、ぜひこれから提供させていただきたいというふうに思います。なぜならですね、僕らっていうのはオフィスなし、ホームページなし、難しいスキルなしでも、年商1億円という売り上げをですね、創業1年目で達成をして、2期目で年商2億8000万を売り上げたですね、実践エッセンス業界の、ナンバーワンのですね、まあ、会社にまで今なることができたわけですけど、そういった僕らのですね、英知っていうのを今回の動画で全て皆さんにシェアをさせていただきたい、嬉しいなというふうに思っております。で、今回のね、動画で手に入るものっていうのをさらに簡潔にね、まとめると、この4点になります。まず1個目っていうのが、年商1億稼ぐための具体的な計画表。2つ目、現場で即使える SNS の具体的な運用方法。3つ目、LINE を使った具体的な配信方法。4つ目、優秀な人材をリクルーティングするための SNS の活用法。この4点についてお届けしていきたいなというふうに思います。で、そもそもね、弊社、うちの会社 SYK ってどんな会社なのかっていうと、まあ、うちはね、弊社、北野とそしてね、山崎の共同経営によるね、会社になるんですけども、まあ、うちの事業内容としては、まあ、SNS 運用代行事業、タクスの運営だったりとか、まあ、SNS 集客支援サービスだったりとかね、まあ、あとはメディア運営、出版とか、マッチングプラットフォームとかね、まあ、そういったところをメインで運営をしているんですけども、まあ、先日というか去年ですね、9月に一旦本を出させていただきまして、1冊目の紙書籍でですね、まあ、すでに1万6000部現時点では突破していると。で、まあ、2冊目の、ね、書籍も2021年の、まあ、2月頃ですかね、まあ、出版こちらの本も、ね、させていただく予定なんですけども、まあ、その他うちも、ね、電子書籍含めると合計で、まあ、累計で言うと、まあ20冊以上かな、まだ出版させていただいてまして、累計ダウンロード数は約2万冊というところまで、来ております。で、うちの会社ね、まあ、売上実績としては、1期目はね、うち、まあ、創業1年目で年商1億1753万。で、2期目がですね、年商で2億8447万と、まあ、いうところでですね、まあ、累計で言うと、まあ、4億200万以上という売上を、オフィスを持たずに、ホームページも使わずに、そして難しいスキルなしで実際に売上を上げた、そのやり方を、今回に皆さんにシェアさせていただきます、ということで。で、今回ちなみにね、うち10月決算なんですけど、その後の売上もね、まあ、決算終わってから今のこの動画撮ってるの2020年1月で、まあ、3ヶ月目になるわけですけど、どんぐらいの売上が上がってるのか、決算終わった後もですね、まあ、10月、2333万の売上、11月、3667万円の売上、そして12月、3312万円の売上と、まあ、いうことでですね、まあ、もともと僕らも本当にごく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 普通の小さな会社は万平普通のベンチャーですよね、だったわけですけども、まあ、過去の栄光にすがらず順調に業績というのをこういう風にして伸ばしていくことに成功しておりますと。まあ、うちにちなみにスタッフもね、だんだん会社大きくなってきまして、まあ、16名規模で今完全フルリモートでね、まあ、こういう形でうちのスタッフメンバーなんですけども、まあ、やっておりますと、まあ、いうことで、別にオフィスとかホームページとかいらないと。年商1億っていうのは全然個人でもいけるし、小さな会社さんでも達成するのはそんなに難しくないよということです。
で、まあ、ちなみにうちはですね、まあ、累計で言うとセミナーっていうのも結構展開させていただいてまして、まあ、年間で言うと、まあ、合計で今まで250回以上、累計3700名以上動員してですね、また SNS の運用のアカウント実績で言うと、まあ、合計80業種以上、累計数百アカウントの運用実績と、まあ、いうとこですね、まあ、こういったいろんなアカウントっていうのをね、まあ、多ジャンルにわたって運用させていただいてるわけなんですけども、そんなただただ普通の会社だった僕らもですね、たった2年間でこれまでのですね、成長を遂げられた、その秘訣、そしてですね、これは僕らはやっぱり SNS がやっぱ強かったっていうのは非常にね、原因としてあります。だからこそ今では現場で即使える SNS マーケだったら SYK というふうにお客様からね、たくさん方から言っていただけるようになりました。で、そこでね、まあ、僕らはこの自信を持ってお伝えをさせていただけるこの内容っていうのなんですけども、普通の個人とか会社が年商1億稼ぐっていうのは、本当に決して難しいことではないんだよっていうことをもう一回僕は念を押して皆さんにお伝えをさせていただきますと。でね、今回実践 SNS 業界ナンバーの我々がお伝えする内容って、これ皆さんがしっかりと愚直に運用して実践していただくことができればですね、必ずやあなたやですね、御社の集客売上アップ採用に多大なる効果を発揮することをお約束いたしますと。ただしですね、今回の動画でお伝えするようなのっていうのは、よく巷であるようなですね、これをやるだけで儲かりますとか、これやるだけでバーンと集客できますみたいな、そんな魔法の方法ってのはないよっていうのを先にお伝えしておきます。もう魔法なんてないですからね。魔法なんてのはない。ちゃんとやるべきことをやらなければ成功っていうのは手に入らないわけですよ。だから僕、理解してほしいのはね、僕らもごくごく元は私自身も個人事業主だったわけです。フリーランスだったわけですよね。で、そこからしっかりと起業して、そして SIK を作ってね、そして今、これだけの3億規模っていう会社を作っているに至るわけなんですけども、まあ僕もね、最初からこうだったわけではないわけですよ。まあちょっと僕のね、昔の話もちょっと話していこうかなと思うんですけど、まあ僕自身が起業したのがですね、まあ僕は19、20歳ぐらいの時に、まあ心理講師としてビジネスを始めていったっていうのがきっかけで、だったんですけど、まあ当時は1年頑張ってでもですね、全然集客もできないし、お客さんも集まらないし、売上も上がらないし、営業も全然取れない、契約も取れない、だから年商で5万だったわけですよね。まあ、これ当時の、ね、僕の写真なんですけども、本当に今フリーランス向けに心理講師として活動してたけど、まあ、全然商品が売れなくてマーケティングができなくてね、ですごい、もう稼げなくてですね、もうお金ないから、もう時給920円とかでですね、まあサイゼリアとかね、飲食店とかでアルバイトしながら食いつなぎながらね、ダブルワークでやってた時期ってのが僕もありました。こういう生活僕は2年ぐらい続けてたんですけども、でそんなあると気づいたんですよね。これからの時代っていうのは何が使えるんだろうってなった時に、まあブログをやってもあんまり効果がない、メルマガやっても効果がないってなった時に、これからの時代っていうのは SNS が来るというのをね、僕思ったわけですね。まあ当時まだインスタとか、その SNS を使ってバンバン集客をしている人っていうのが、まだあんまりそこまでいなかったんですよね。なのでそこでいち早くこの業界に参入をしたのが、まあ、当初だったわけですけども、そしてインスタグラムとかその SNS を活用することによって、当時全然結果が出なかった僕らであったとしてもですね、僕自身今心理講師をして、それで、一気に集客ができるようになって、月商で言うとまあ大体200万から300万、年商で言うと2、3000万ぐらいまでですね、ビジネスの規模をスケールアップさせられることができて、まあそこからね、この SNS のマーケティングの魅力を、まあ世の中で発信していくっていうミッションをもとにですね、まああと僕自身もどっちかっていうと、まあコーチングよりもマーケティングの方がその時はもうラブだったので、まあマーケターに転身して、弊社 SYK をですね、2年前、まあ当時23歳の時に創業させていただきましたと、そして現在に至るっていう、まあ経緯になるわけなんですけども、このやり方っていうのはね、今の話からも分かる通り、特別な才能とか特殊なスキルっていうのは本当に必要ない。そして、魔法のような話でもないよっていうことなんですよね。では、早速ね、今回具体的なその内容っていうのにそろそろね、入っていこうかなと思うんですけども、年商1億から3億の売り上げを作るために、まず必要な、絶対的に必要なスキル。これって皆さん何だと思います？まあこれはですね、まあ商品スキルかなだったりとか、ね、自分自身の魅力を上げることかなとか、まあマーケティングかなとか、いろんなことがあると思います。まあマーケティングといってもね、やっぱり幅が広いですから、その中でも一番重要になってくるのがですね、当たり前ですけど、絶対的に必要なのは集客のスキルなんですよね。絶対的な集客のスキル。で、ほとんどの会社っていうのが、薄利、全然利益が上がってないよとかね、売上がそもそも上がってなかったりする、販売不振ですよね。まあ大体企業が倒産する理由のですね、大体半数以上っていうのは、集客不振による販売不振が原因で、会社が潰れたりっていうデータも出てるぐらいですけども、やっぱりですね、一番の理由っていうのは少ない資本で圧倒的な集客をする、これをできてないんだから。もしくは、それは確かにお金をかけずに集客したいよと思ってる人はいるかもしれないけども、そこに対してちゃんとに努力をしてなかった。それがいけないっていうわけなんですね。で、結局、いい商品を作ればいいっていう時代っていうのはもう終わってるわけですよ。これ感じだとね。ぜひ皆さん覚えててほしいんですけど、コンテンツ消費、物消費って言われる時代、これはまあ一昔前であれば物さえ良ければ売れた時代ありましたけど、今って、いいもの溢れかってるわけじゃないですか。髭剃りもそうですよ。家電製品もそうですよ。コンサルもそうですよ。コーチングも商品もそうですよ。いいものってのは溢れかってるんですよ。だから、これからの時代っていうのはもう物がいいのは当たり前なんですね。物がいいのは当たり前。で、さらに言うと、例えば私はコンサルしてますとか、
かね、広告の会社やってますとか、コーチングの会社やってますとか、お教室やってます、スクール授業やってますとか、コンテンツ販売してます、エステサロン、クリニックやってます、いろんな人いると思うんだけども、ライバルってどれぐらいいるのかって言ったら、コンビニの数よと同じか、それ以上にいるわけですよね。そんだけ数はあまたいるライバルの中で、なんであなたのサービスが選ばれるのっていう話なんですよね。超厳しい方をすると。なのでこれからの時代っていうのは、物だけで差別化をするってやっぱ難しいわけですよね。物だけで差別化をする、その中でしかも1億以上売上を作って、そして利益を残していきたいというなった時に、すごい重要になってくるのがですね、これからの時代っていうのはストーリー商品の時代です。一言で言うと、あなただから買いたいと言われて、物が売れていく時代です。なのでこれからの時代っていうのは、商品は値下がっていったとしてもですね、お客様が SNS とかその発信を見て、あなたのファンになったことによってとか、御社だからとか、あなたのブランドだから、あなたからコンサルを買わせてください、あなたからぜひ契約をさせてくださいと言われて物が売れていると、まあ、そういった時代になってきてるよということが、まあ、最近のマーケティングの、まあ、市場の流れというか、物が売れる流れの変化としてやっぱりあります。これがやっぱり非常に重要ですね。これがめちゃめちゃ重要です。そしてこのような時代の中で、まあ、さっきも言いましたけども、同じような商品で圧倒的な差別化を図るって、まあ、普通に考えたらめちゃめちゃ難しいことなんですよね。まあ、前代未聞のサービスを一から作って市場にリリースをして、それで爆発的に伸ばしていくっていうのは、IT ベンチャーとかもそうだし、通販サイトとか e コマースとかもそうですけども、1000社あってですね、当たるの2、3社当たればいい方っていうぐらいの確率なわけですよ。それだけのですね、未知数の多い大海原に、差別化で切り込んでいくって、まあ、結構ぶっちゃけ無理な話でもあるんですよね、今の時代。だからこそですよ、これからの時代っていうのは、少ない資本で圧倒的な利益を残すために何が重要なのかっていうと、SNS なわけですよね。僕らのような弱者にでもしっかりと勝てる、その切り札っていうのはもうソーシャルメディア、 SNS しかないと、まあ、言っても過言ではないと僕は思ってます。そして SNS をですね、活用することができれば、個人だったりとか中小企業であったとしてもですね、大企業に負けないようなですね、プロモーション広告効果っていうのをですね、実際に発揮することが、まあ、可能であるということです。そして、うちの会社のようにですね、まあ、もともとフリーランスだった僕らでもですね、年商で1億円の事業っていうのをたった1年で、まあ、作ってるわけですけど、これは皆さんでも十分可能であるということです。これは僕らだからできたというわけではなくて、僕らのやり方をやれば、あなたでも可能であるということなんですよね。で、そもそもなんでこんなに SNS がね、重要なのかっていう話をもうちょっと皆さんにね、腑に落として理解していただくために、ちょっとね、別の角度から質問していきたいなと思うんですけども、あなたはですね、どうですか？お客さんが商品を買う一番の購買意思決定の理由って何か知ってます？これがきっかけで人は商品を買っているって一番の、きっかけです。で、これはですね、実際今データがいろいろ出てるんですけども、まあ、シティリービングホームページのですね、これ実際にデータですと、まあ、こういったデータが出てたりとかね、まあ、あとは、まあ、実際にこの、まあ、日本とアメリカと中国でデータを取った、まあ、こういったアンケート結果ってのもあるわけなんですけども、まあ、まとめるとですね、結局人が物を買うきっかけっていうのは、友人や知人の影響、そして次に口コミ。これによって人は物を買ってるわけなんですよね、実は。これが真実なわけですよ。でね、これぜひ皆さん覚えておいてほしいのが、今の時代に重要な考え方のとしては、お客様と事業主との距離っていうのをいかに近くしてあげることができるのか、その距離感なんですよね。距離感。この距離感を近くすればするほど物が売れていく。こういった今流れになってきてます。まあ、これはですね、もちろんビジネスだけではないです。物販だけではないです。e コマースだけではなくて、アイドル事業とかもそうですよ。例えば昭和の時代のアイドルスターっていうのは、まあ、テレビのブランカーの向こう側の存在、会えなかった。でもそれでも売れてたわけですよね。でも今の時代っていうのは、例えば AKB48 グループとかそうじゃないですか。会いに行けるアイドルっていうコンセプトを打ち出して爆発的にヒットしました。まあ、その他にも今芸能人とのトークショーで、ね、芸能人と、視聴者の方が会える機会だったりとか、まあ、それアイドルだけじゃなくてね、ライブ配信をしてる人とか、YouTuber で著名人が YouTube ライブ配信を通じてお客様とコメントやり取りができたりとか、 TikTok でもそうですよ。あと今 Instagrammer とかもそうですよね。Instagram っていうあるアカウントがきっかけで、そのアカウントから生まれたアパレルブランドが今年商30億になってたりするわけですよ。っていうようにですね、こういった時代に今なってきてるわけですよね。なので SNS を使えば、今までよりもお客様とですね、距離を近づけていくことができ、そして何よりですね、お客様があなたのファンとして、あなた自身やあなたのコンテンツを愛してくれる、応援してくれる、そういう風な流れというのを作ることが可能になってくるということなんですね。そしてさらにさらにもっと重要なのがですね、SNS でお客様とつながることによって、あなたはお金を一切かけることなくですね、大勢に対して広告、告知をかけていく仕組みを作っていくことっていうのが、いとも簡単にできてしまうと。
まあ、これがですね、やっぱり SNS の革命といいますか、この SNS の到来によってビジネスに革命が起きた。と言っても過言ではないような、こういったですね、仕組みを作ることっていうのはまあできるわけですよ。まあ、例えばですけど、これ僕のインスタとツイッターですけども、まあ、私の場合ですとですね、まあ、例えばインスタグラム1投稿して、まあ、大体直後に82いいねだったりとかね、まあ、コメントが合計31件とか来たりしてますけども、まあ、あとはですね、こちらツイッターとかもですね、1投稿して、これ24時間以内だったのかな、まあ、大体176回リツイートシェアをされて、いいね数も300件と、まあ、いうようにですね、お客様からいいねがくれたりとか、コメントくれたりとか、コミュニケーションが取れたりとか、まあ、こういったアクションっていうのをもらうことに成功してるわけですよ。で、このようにですね、まあお客さんが実際いいねをもらったりすることによって、ある媒体、例えば Facebook とかによってはですね、僕は何もしなくても、あなたは何もしなくても、お客さんが自分の投稿をいいねしてくれたことによって、そのユーザーのバックにいるユーザーにも、その投稿ね、拡散されるとか、まあ自分は何もしてないのに、ユーザーが勝手に自分のコンテンツをさらに、見込みのユーザーとか類似ターゲットの人に拡散してくれたりとか、こういう風なですね、仕組みは起こすことっていうのも十分可能であると、まあ、いうことなんですよね。これ皆さんめちゃめちゃやばくないですかっていう話ですよね。で、大事なのがですね、基本的にやっぱターゲットアプローチです。で、よく、まあ、ネット広告とかもね、やってる人多いじゃないですか。むやみにお金をかけて費用対効果が感じられないんですとかですね、まあ、結構多いと思うんですけども、SNS の場合であればですね、見込みのターゲットに的確にやっぱアプローチをかけていくことっていうのがすごい簡単にできます。で、これはですね、例えば自分の投稿コンテンツを、自分の読者の人、ユーザーが、フォロワーの人がいいねしてくれたり、何かしらコメントしてくれたり、シェアしてくれたら、その自分の投稿というのはですね、シェアしてくれた人のバックにいるさらに何千人というフォロワーの人たちにも拡散されるわけですよ。こういったように、しかもですよ、皆さん、自分の投稿に反応してくれたお客さんっていうのは、自分の投稿に少なくとも興味があるお客さんですよね。で、その人のフォロワーっていうのも、やっぱり自分とのがターゲットにしてるお客さんと類似のターゲットの人がバックに何千人もいたりするので、その人たちに自分の投稿はさらに拡散されていく。これほどですね、最高な宣伝広告媒体、宣伝効果って他にありますかっていう話なんですよね。この効果をぜひ皆さんに感じていただきたいなというふうに僕は本当に思ってます。まあでもね、今まではですね、実はこういう問題も起こっていて、例えば SNS って費用対効果分かりにくいですよねっていう風なですね、意見っていうのを例えば企業の広報の担当者の方とかですね、まあ言う方とかも一昔も多かったと思うんですけども、これっていうのもですね、もう今やですね、解決されていて、SNS から実際に直販されて商品が売れたりとか、SNS からの、例えば予約来店だったりとか、SNS から物が売れた、SNS からリストが取れた、そういった情報ってのは全てですね、どこ経由で入ってきたのかとかっていうのは目に見えて視覚化して今も SNS からの流入経路すべて計測できる、まあ、そういった時代になってきてるわけですし、まあ、そういった仕組みというのはどん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 届いてきていると。だからこそですね、この SNS を使って皆さんっていうのはしっかりとですね、効果を目に見えて費用対効果を感じていただける、そうして小資本から始められるこういったマーケティングを十分もうすでに皆さんはもう明日、いや違いますと、もう今日この瞬間から始めるための準備が整っているわけなんですよね。じゃあそこで具体的にどういう風にしてね、SNS をね、で集客をしていけばいいのかっていうことに関してはね、次回第2話ですね、お伝えをさせていただきたいなという風に思います。そして今回ですね、この第1話の動画を最後まで見ていただけた方限定でですね、視聴者限定プレゼントとして、こちらのですね、年商1億円までの具体的なロードマップというのをですね、解説した限定公開動画というのをですね、皆さんに、プレゼントさせていただきたいなというふうに思います。で、このプレゼントを受け取る方法なんですけども、方法としてはね、私の LINE アットの方で、まあ、今の現状悩みを3行以上、そしてこの動画第1話の感想を3行以上で書いていただき、1億マップと1言1句間違えず、そのまま一言メッセージを送ってください。そしてましたらですね、後ほど、こちらのロードマップというのもですね、個別の LINE でお送りをさせていただきますので、ぜひですね、こちらメッセージの方もお待ちしております。またですね、今回ね、まあ、年商1億円行くための方法っていうところで、まあ、今なかなか集客ができないだったりとか、商品コンセプトに困っているだったりとか、まあ、ビジネスでいろいろな悩み、壁があるという方はですね、まあ、ぜひこちらね、個別相談もやっておりますので、こちらも興味ある方はぜひね、私の LINE アットの方で個別相談とですね、一言メッセージを送っていただけたらなというふうに思います。はい、ということでですね、今回は、第1話のね、動画最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。ではね、またさらに詳しい集客の方法については第2話で詳しくお届けしていきますので、第2話もぜひね、必ず見ていただければなというふうに思います。